一応自己紹介からということで、まあ見た目も怪しいですけど、ネタも怪しい、マジシャンのミスター4トンでございます。多分本当にミスター4トンだと思った方がいらっしゃると思っていて、さっき似てるって言われたじゃん、格好が。いや、俺はジミちゃんの隠し子かと思ってました。マジシャンのガス・イナバルって、マジックなんですけど、今日ちょっとマジックか雰囲気を変えたことをやってみようかなと思いまして、まあこういったもんですね。3本100円のスプーンです。そこ安心するとこなんですよ。中国産かな。いや、韓国産かなと思って。いや、多分3本100円だったら中国産、文字が潰れて読めない。何入ってるか分かんない。なるほど。何入ってるか分かんない。一応ステンレスって書いてある。まあ普通のスプーン、まあ、ちょうどカレー食べるぐらい。カレー食いたくなったな。マスター、後でカレーお願いします。どっちですかね。どっちも一緒です。一応形状が同じだって言われて、デパンも大丈夫。この状態です。スプーンが動くのが見えます。あ、ちょっと曲がった。おー、このぐらい曲がっちゃう。おー、ちょっともう一回、ね、戻すのは腕力なんですけど、もうこれで大体同じぐらいまで戻ってるんですけど、もうちょっとこれで大体同じぐらいまで戻ってました。じゃあもう一回ゆっくりやります。そうするとさっきより多かったから、その笑いがどっちなのか。いや、すげえなと思って。あ、どうは振ってるわけ。いや、近めてくれるとね、さらに5年ぐらいも。おお、昔ユリゲラっていうか、スプーン曲げやってましたけど、これ生で見るとちょっと不思議な。もう一回ですね、今度は腕力だとできなそうなことやってみようと思うんですよ。大体同じぐらい。ちょっと手を貸してもらってもいいですか。吸盤になって、このままギュッと握っちゃってください。この状態で、ちょっと手力いるんだと思って、触れると、なんか感じます。あ、ねじれてる。ねじれる。何した？何したって言われて困る。今ねじれてる。横からの笑い。ねじれてるでしょって思うとき、確認して。ねじれてる。本当だ、ねじれてるね。見えてるってことはないかな。本当ねじれてる。質問怪しくない。一応これ曲げるのはですね、力入れると曲がるんですよ。ねじるのはこれかなり力入れる。曲げる自信あります？ないです。ちょっと思いっきりねじってみて。ねじるの、はい、ねじってみて。思いっきり力入れたら。いや、無理です、これ。だってここ。まあ折れてもねじれないんだよね。で、これ本当に柔らかくなってるっていうのを、ちょっと体験してもらおうか。一番いいリアクションをしていただいて、手を出してもらって、このままギュッと、はい、もうこれ硬い、硬いんですけど、すぐだんだん柔らかくなる。いきますよ、一気に。まだちょっと硬い感じします。ちょっと今日は調子が悪い。いきます。1、2、あ、折れるかなと思って。いや、折れちゃいます。折れても、この感じで折れちゃいます。お
発で綺麗に折れなかったですよ。いやでもすげえの。こんな感じスプーンも、まあ、こんな感じですね。ちょっと今日は超能力っぽいことやってみよう。ハンドパワーですか。ハンドパワー